さい。画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。さあやってきましたデスティニーのね、旗取りゲームと。今回使っていくのはね、謎の人物からもらったパルスライフルをメインに、あとはショットガンを持ってね、このマップショットガンが部分でね入り組んでるんでね、ただ遠距離中距離らへんになったら、これです。これを使えばバナナみたいだなっていうね。私ね、最近流行ってるのはこっち行って、ここに来る、ここで鉢合わせる。あれ、おい、いねえじゃねえかどこ行った、みんなどこ行った、上か。あ、そうそう、こういう遠距離はね、その謎の人物ですわ結局ストーリーやったけどさ、あれ誰っていうかさ、謎多いよねストーリーなんか正直なとこよくわかんないよねあ、ちょっと待って、いやあのね、ちゃんと持ち帰るのをね、判断をミスるとちょっとダメですね。いいかな、ちょっと意外と使いやすいんですよ、このパルスライフルの3点バース。ちょっと待って、リロードするべきじゃない。よしよしよし、ゲイでリロードがちょっと遅いんですよね。ガッチャンって引いた時にやっとなるぐらいなんで、リロキャンがちょっとできない、ほぼできない。いるあやってくれた。違うね、下か。ああ危ねえ、危ねえ、もうちょっとで死ぬとこだった。このバナナの房みたいなやつでヘッドショットだ。よしヘッドショットしていくぞ。言うほどねブレなくて安定してるんですよね。左来てるショットガンに、ね、いややっぱね、タイタンのパンチ効くよね。タイタンのパンチでね、多分歯が 1,2 本は吹き飛んでいったんじゃないでしょうか。やばい量いるぞ。2人かな、無理だ、もう無理だ、後ろだなこれ。こうやってね、こっから行くのがねいいですよ。おらよ、パンチだ。そして雷のあれね、グレネード雷何の名前だったか忘れてたもんな。そしてバナナの房だ。バナナの房というか、バナナだこれは。 OK、 下大丈夫かね。それやっといてもらえる。上が行くから、どこや、もう用なしか。私は用なしか、用なしではない。私はバナナだ。何を言ってるんだ私は何の話をしてるのこれ。デッセニーだこれは。なんだ今の皿をなんか運んでたね。でっかい皿運んでたけど、ちょっと見てる暇ないんだ。来るな、左と右。ヘビーウェポン弾が到着。投げとこうか一応。雷グレネード。え、奥下か。おいえ。オッケー。距離はショットガンでございます。ちなみにショットガンこれザコメディアンです。あはあはははははっていうね説明のね。コメディアンっていうね。押す。なんかもう面白い、橋が転げても笑ってしまうような状態のショットガンですわ入ります。はい、できるだけヘッドショット狙っていきたいですね。A が取られそうじゃん。上から雷だ。食うだろうこれ、肩こりに。そうで私もねちょっと今いい測定を見せたな。それビクンビクンになるだろう。そこの雷は肩こりにも腰痛にも効くからね。人によっては死んでしまうこともあるけども、そういったリスクが。右頬を殴る貴様の右頬は後で大きく腫れ上がるだろう。いやロボットだったな今の人。いやロボットかどうか、覆面かぶってるかわかんないのか、ロボットでも腫れ上がることがある。さあ入ります。ちょっと待って、ショットガンいるよこれ。大丈夫あー、行って、横行った。横いました。よし、あれ、ここら辺いたでしょ。あ、大丈夫か。入りましょう。エリア C を制圧したぞ。これね、みんなで入ってる時が一番怖いんだよね。エリア A をロスト、エリア C をダッシュした。一気にこうボーンとマルチキルされることがあるんでね。あ、いいんだ。 E が取られるな、これ出てくるな。これだ、雷くれい。そこ雷を追いやってやるわ。よしよし、いけたな。まだんかい。もう一個雷だ。私は何回だって雷打てる。そしてこの隙間から、よっしゃ、入れた。これ入れたのか。今初めて入ったぞ。ちょっと待って、いや、それ無理。それ無理。なんていうかね、頑張った方じゃない今の。こちら側から行こうか。さっきの人と鉢合わせそうな気がするんだが、あそこにまだいるか。やばい、そこだった。待てー、バンチ。貴様のいい方法は、よし、貴様の何かが吹き飛んだな。来るね。オッケー、大丈夫。ヘッドショット行きだ。このね、リロードの遅さですよ。でもまあ、前回も言ったように、このね、グレネード任してで奥に追いやると、ありがとうございます。味方の方来てるな。してやるわ。おい、当たったな。花火だな。でけえ花火が上がったようだな。ちょっと待って待って、いる、めっちゃ囲われてる。あー、ちょっと待って、これね、弱い方のランチャーなんだ。難しい。オッケー、いった。奥にいる。パンチ。貴様の後頭部は大きく腫れ上がるだろう。なんか溶けてなくなってますけどね。あと5分しかないぞ。下。エリア A をロスト。さあ、来るなよ。エリア C を制圧したぞ。こういう時ね、よくね、タイタンかウォーロックがね、バーン来るからね、大丈夫だな。よし、これで A、B 取られそうか。いけた？炎の戦士よ。あ、ちょっと待って。こんなあれ落ちてるな。光のオーブ落ちてるな。待てい！敵を撃ってやる！よし。入りましょう。いいね、同じことやったね、あなた、前の人。もう通れないな、あそこは。しかしそこにまだとどまったの。運のつきよ、地面叩きや、そして体パンチや。ちょっと待って、なんか今皿運んでる人いたな。おら、いやそれ無理だわ。調子こいでしまった。調子こいでしまったね。そうそう、うまくいかない。私はね、そこにね、電撃棒だ。気持ちよくなれい。この間気持ちよくなれい。結構削れるでしょこれ。しかもちょっとね、効果時間が長くなるやつをスキルつけてるんですよ。この雷のやつにね、いるね。味方か。あ、バリア、ありがとうございます。よし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 、バリアじゃなかったんだよ。よし、いやー、バナナ使いやすいな、これ。もう感想を言おうとすると、もうね、こういった状態ですから。あ、やばい。あー、これまず。後ろもいんのか。すごい、そこらへんいるね。あれ、取られそうになってるけど。あ、大丈夫ね。オッケー。どっちか来てるかな。右奥から来てるっぽいけど、こっちから結んじゃおうか。よいしょ。あ、見られた。奥から行こう。やばい、後ろ来てる。あー、やられてるな。いや、いて。ショットガンに入って、こっちから。あー、追いかけられてないけど、ここにさっきのやつがいるじゃないか。にぎおおやばい。ああ、もう一人来てるわ。しかしショットガンの領域だ、ここは。よし。あ、まだいるね。これどうしたもんかね。どこだこれ、どこにいるんだ。ちょっとびっくりした。ありがとうございます。やばやば、ゴールデンガンじゃない、やばゴールデン、雷誰かも しながら死んだみたいね。2人ともスーパー来ましたね。使いどころをね、間違えないようにしたいね。ごめんなさい、暴発しました今。全エリア制圧されてるのこれ。来たー来たあ、でも他の人生き残ってたんだ。珍しいね。大抵持ってかれるんだけどね。B 取られてるから、ここから。これあと、このバナナに遠距離に攻撃力上がるスキルをつけてますね。強化してますね。ヘッドショットいけた。しかもヘッドショットいけました。残り1分。下か。ああ、よし、ヘッドショット。まだいるか。おし、地面叩きかけだ。下にもそれは無理ですよね、それは無理ですわ。もうね、もっとなしく A に入ろう。やめ、いや大丈夫か。右奥から来てたか。その時間ないからさ、あと30秒もないから急いでさ、急いで走ってってさ、いててててて、この最後までおら最後うわって言ってましたね、この目の前のピカピカしてる人がね。そんなわけで、あー、なんかたまにディスティンやるとちょっと楽しくなってくるね。対人戦メインなんですが、今後対人マンベリー持ってるやつだな。対人戦のパッチが入るらしくて、成績がスコア高い人に、まあ、報酬がちゃんと出るということになるらしいです。まあ、いつか分かりませんけどもね。ではご視聴の方ありがとうございました。ベルクラでございます。チャンネル登録は PC からは画面上のアイコンから、そして携帯機器スマホなどの方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。